はい皆さんこんばんは安智美美です、えー、小池百合子東京都知事の巨大な嘘がですね徐々に、えー、剥がれつつあります、えー、果たしてですね彼女は、えー、もう一度参戦されてですね東京都知事になるのかあるいは国政に進出するのかそれともですねここでおしまいになるのか、えー、瀬戸際に来ている感じがしますけれどもあのー、この一連のですね告発を受けて、えー、都知事によるですね定例記者会見があり そこでですね、珍しく、えー、その記者クラブのですね、あのー、<laughs> 日本のです、ね、弱いメディアの記者たちがですね、弱いながらも一生懸命質問しました繰り返し繰り返しですね、えー、この学歴詐称問題にカエル大学を卒業したのかということそして、えー、これをですね、あのー、カエル大学が卒業したと認めるような声明をです、ね、出すのを頼んだのかどうか誰に頼んだのかみたいなことをですね、いろんな角度から聞いていました。 それに対して小雪子はですね、えーまあ、極めて漠然とした答えしかしなかったんですけど態度だけはね堂々たるものでしたけども、ね <laughs> えー、それはあの東京都のですね、えー、動画で見られますので是非、えー、ご覧いただきたいっていうか、まあ、見たら結構で、ね、すごいですけどで、えー、今日はですねその記者会見の彼女の反応からですね一体どこで嘘をついているのかということを だいぶあぶり出されたのではないかと思いますねそこをお話ししたいと思いますまずはですね、えー、一体何が問題になってるのかっていうところからお話を始めます今回のですね、えー、ほったまこちらでございます、えー、文藝春秋のですね5月号2 0 2 4年5月号に緊急特集都知事の裏の顔私は学歴差小工作に加担してしまった 小池百合子も東京都知事元側近の爆弾告発ということで小島敏夫さんというですね元官僚の方で弁護士である方がですね小池百合子の回廊大学で卒業してないんじゃないかっていうこの前の選挙ですねの時の,その隠蔽工作にですね私がどのように語ったのかだそしてそれ,それをですね 何をやったのかというのをちゃんと自分で自分で調べてそれをお話ししますというまあそういう非常に驚くべき告発だったわけですね。えー、まず疑惑の火消しに焦る小池都知事から来たメール「カイロ大学生命を書いたのは日本人元ジャーナリスト」「その手は思いつかなかったわ」と都知事は喜んだ工作をさせた最側近は千代田区長に就任というですね、えー、この元都民ファーストの会の事務総長というですね えー、内情を詳しく知られる方がですね、まあ、こういうことを言い出したと、まあ、この記事のですね詳しい内容は、えーまあ、読んでいただくのが一番よくてまた後でお話ししようと思いますけれども、まあ、かいつまんで言うとですね、えー、小池百合子さんが、えー、前の東京都知事選挙2020年の、ね、その直前6月6日のですね入告に困っているんだということを小島さんに相談があってですね でまあ、何を困っているのかっていうと女帝小池梨子が5月下旬頃からですね出て、えー、その中でですねあの経歴がその外務大学が卒業していないよということがですねあの詳しく書いてあったとでところが7月のです、ね、選挙があるのにもう間もなくですねその候補立候補の表明をしないといけないにもかかわらずこんなことになってしまった。まあ、だからその すば宣言ができなくなっているということだったわけですねで。で小池さんがですね、カイロ大学の件で困ってるんだけど、ここにカイロ大学学長から来た私宛ての手紙があるの。文中、私のことを卒業生だと書いてある。これを見せることで決着しないかしらという謎のご相談だったわけです。えー なんでそのいきなりカイロ大学の学長から来ている手紙を何で出すんですかってそんな招待状をなぜ使うんだろうと思ってえそれであの「卒業はしてるんですよね」と聞いたら「してるわよ」と即答したと。じゃあえ卒業証書は卒業証明書を見せればいいんじゃないですがそれがあれば通常それ以上の証明は求められませんそれはあるんですよねって。 でもそれで解決しないから困っているのよということでえー、でそれでその何て言うんですかあの卒業 <laughs> なんでそんなことで俺とあるんだろうと思っていたんだけどえー、カイロ大学から、えー、声生命も出してもらえばいいんじゃないですかっていう提案をしたんですね。 9日の午前2時過ぎにそのカイロ大学学長のモハメド・オスマン・エル・コシト氏の声明というものがですね、えー、その中日エジプ大使館のフェイスブックに突然、えー、掲載されてで、小島さんもそれを報道を見て知ってですね、え、えれ、えれい早いなってびっくりしたっていう、まあ、そういうことなんです。で、後からですね、その A 氏、A さんというですね、あの 元ジャーナリストの方でこの方は表に出ていないんだけどもそのファーストの会とか小池百合子さんのブレーンみたいなことをしていた方で小島さんともよく知っている方とですねご飯を食べながらあのこの学歴の問題の話をしたら実はあの声明は私が草案を書いたんだって言われて、まあ、びっくら濃いだと、まあ、そういうお話です。でしかも、えー、その A さんの出した声明とその実際に出た声明がですね微妙に違うんですね。 で,でそれはその小池恵理子さんにとって都合の悪いところが削られて解断されたものになっていると。でそれがですねあのカイロ大学の、うん、声明というのはなぜか,かエイジプト駐日大使館のフェイスブックに掲載されてしかもですねアラビア語原本がなくて日本語と英語訳だけ出てるっていう謎の状態だったんだけどそれが出たらですね もうメディアの追及も止まってしまって、えー、堂々圧勝したと山本太郎さんとか出てましたけども2期目に入ったというまあそういうお話なわけですよ。でまあこの時に、えー、自民党がねあのとと都議が、えー、と盛んに追及してたんだけどもそれをですねあの二階さんに頼んで抑え込んでもらった同時にね で,、えー、で選挙に圧勝したもんだから今度は自民党に借りができちゃってで第2期目はですね、あのーまあ、自民党の言いなりになっているとそればかりがですね、えー、都議選の時にあの病院に体調が悪いということにしてファーストの会を全然応援しなかったでもうせっつかれてせっつかれて最後3日間だけ出たから、えー、大,大,大,大崩壊は免れたんですけど けれどもえー、危うくですね都民会ファーストの会がですね壊滅しかねえないぐらいの状況になってたけどそれはあのこの時の借りを返すと、まあ、そういうようなニュアンスだったんではないかということも書かれております。でまあこれに対してですねこれを受けて、えー、この今日定例記者会見でその記者ね記者クラブのおとなしい子がいの <laughs> 記者たちがですね、まあ、それでも、えー、一生懸命 これに対してですねこうのらりくらりとやってる様子をこの YouTube で見られるんですけど結構すごいのでぜひですね、えー、<laughs> 見ていただきたいなと思いますがいちいち全部全部取り上げることはできませんが、えー、幸いにもですね、あのー、これについての書き起こしがございましたのでそれに頼りながらお話ししたいと思います。 えとこの方、柳井仁文さんという弁護士の方がですね、まあ、あの保守的な、えー、思想的活動をしている方でなんですけども、えー、書き起こしてくださっていて、あの便利なので、これを使わせていただこうと思います。まあ、その前に、この記者会見を受けたですね,ねメディアがどう報道したか、まあ、全部見てるとキりがないんで、朝日新聞だけ見ようと思いますけども、まあ、こんな感じで報道してるんですね、小池より口文春報道に反論、大学が卒業を証明しているっていうふうに書けばですね。 またですね大学が卒業証明してるんだったら問題ないだろうっていうふうに、まあ、誘導することになっちゃいますね。でも、社会的のライブ見てると全然違うんですよ。違うんだけど、こういう出し方をしてしまうあたりがですね、まあ本当に日本のメディアだなっていう感じですけど、えー、まあ中に何書いてあるか。 っていうと東京都の小池百合子都知事は12日の定例記者会見で、自身の大学卒業に関連した週刊月刊誌の記事に関し、記事の前提が違う、大学が私の卒業を証明していると述べ、カイロ大学エジプトの卒業を疑問視する記事内容に反論したって書いてあるんですけど、これおかしいんですよ、まず。えー、カイロ大学が卒業を証明しているってのは、それは知ってんので。記事はそれは前提にしていないですね。 えー、だって今言ったみたいにあの卒業したんですよねもちろんしてるわよだったら証明書出せばいいんじゃないですかっていうのは前提です <laughs> それが小島さんの前提ですよで。にもかかわらずごちゃごちゃしてるからおたおたしてるから一体何なんだと思って話が始まってるわけですから、えー、前提が違うという前提が違ってるんですね。でそれを言,然言及しないで えー、あたかもそういう、えー、卒業していないという記事であるかのように書かれています。でも違うんです卒業しているかない,いないかの記事ではなく、えー、卒業していないよという本が出た時の彼女の対応がやらせであったと。ねえー、ひょっとしたらそのなんかあのおかしなことね法に反するようなことも行いになっている可能性があるわけですあれはね。えーそういう そのカイロ大学とエジプト政府に変な仮を作る変な行動であったということが問題になってるのがあって、えー、前提が違うという前提が違います話の前提がそれからですね、えー、記事は文藝春秋5月号に掲載された小池知事の卒業を裏付ける形でカイロ大学が2020年に出した声明に関する内容なんですよだからそのすで <laughs> にこの記事の中で矛盾してますよね で声明は記事の元側近らの発案で大学で働け者だったなどとした、元側近で同志に寄稿した弁護士の小島投夫記者12日報道陣取材に応じ、発案から、えー、声明公開まで、公表まで3日と短いかどなど不自然な点があり、えー、声明の信頼性に疑念あると主張したということですから、この上の段落で小池力が言ってることと、下の段落で書いたこと,とは全く関係がないというか、食い違ってますよね。 食い違ってるんで分かってくださいってことかもしらんけど分、えー、かんないですよだってその見出しあれでさんかねまあさすこういうことをするから <laughs> なんていうかね、えー、その小池力は変なことを言いましたという記,記事ではできないと思うんですよねもうこの。この内容を正確に反映すすればですよ で知事は会見で声明に関して繰り返し質問を受けたが大学外の働きかけのたについて明確な回答はなかっただかこれが趣旨じゃないですかだから見出しは小池絵里子、えー、文春報道に、えー、回答せずというのは答えじゃないかと思うんですけどなんでこんな見出しになってるんでしょうねまあでもまあその繰り返し質問を受けたけど、えー、明確に回答しなかったと書いてあったから栗、えー、どうやってああ繰り返し質問したんだと思ってねあの弱い弱い。<laughs> 東京都記者クラブの記者たちでさえ、繰り返し質問したんだな、どう頑張ったんだろうと思って、まあ YouTube を見たわけです。そしたらですね、結構しつこく聞いてるんですねで。でもこのしつこく聞いたのに対してめちゃくちゃな答えをしてるっていうことがすごく大事なポイントだと思うんですけども、それが全然出ておりません。例えばですね、こんな感じでございますね。 えーまあ、こう最初に、これはあのー、最初が幹事者のね、幹事が、えー、東京新聞の中山さんという記者が、おにゃ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 と、この内容につきまして、知事、ご指示の認識及び受け止めをお願いいたします。で、記事が、知事がですね、はい。 あの記事が出たたとといいうことについては承知し,たし,しですね <laughs> あの何度も申し上げていることなんですがそもそもがあの大前提が違うわけですって言って今の話ですそあのあの卒業していないというふうに言っておられるんですけれども卒業しそして大学の卒業を認めているでに卒業証明と証明書これはですねこの場でもですねあのお伝えしてきてることなんですということでえー、そのその 卒業証書というのは額に入れてもいいようなものそれから卒業証明書というのはそのたびにあの必要な時に就職とかそういう時に必要な証明書で出されるものこの2種類あのでに皆さんにお伝え皆さんにおやけにしたものでございます、えー、と言ってるんですけどそこは、えー、ある意味関係ないっていうかまあまあ関係なくもないんだけどさ大事なポイントじゃないんですよね。 で、ね、あのこれであの例えば皆さんが大学を卒業したってとどうやって証明されますかどうされますか誰が証明してるんですかって気持ち悪い笑顔で,ですね記者に答えを言わしたらその記者がまたここでね「えー、あの大学の証明大卒業の証明大学に聞くってこと一般的になるか」とって返事しちゃったのがまずくて、えー「質問の趣旨はそこではございません」っていうふうに答えないといけなかったんですね聞かないといけなかったね。 そうではなくて、えー、小島さんがここに書かれていることについてどうお考えかお伺いしたいんです。卒業しているかどうかは一件今回の記事のスターラインではないと思いますがっていうふうにおっしゃるべきだったと思うんですけど載せられちゃいました。でもまあ昼間ないで、えー、その記者さんはですねあの知、ー、事がこれまであの証明出されたってことはある程度理解してるんだけども今回のこの指摘についてその声明をあの何か 作るように文を出すのに指示したというような内容が今回言われたけどその辺についてはいかがでしょうかってくじけずにせっしょしちゃんと質問したのは偉かったと思います。それに対してですね、えー、小池百合子はですね「えー、いやあの大学が証明し,してくれるということがあの重要なポイントでございます」え「えそういったことからあの基本的には大学が当局の意思の下で発出されたということに尽きるというふうに思います」で あの長々長々とね <laughs>、この卒業証,その証書があるんだということをですね、ごめん、そこの卒業証書がこう証明証書があるだろうってね、ということを示したわけですけれども、そっちは長かったんですけど、大事な方はですねほとんど答えてないですよね。ちなみにこの卒業証書っていうのは、まずいろいろ変で、頭にピンが、写真にピンが刺さっていて、ノリで貼ってない、だから割引がずれてるとかね。 なんかあの印紙が貼ってるんだけど、一つ逆さまになってるとか、えー、なぜかえ女性系ではなく、男性系で書かれているとかですね、サインがなんか足りないよとかね、こう空欄だったり、この辺空欄だったりとか、印鑑がなんかね、押し間違えたのか、2個押してあって、1個薄いとか、もなんかいろいろ変なんですけど、えーで、多分この男性系で書かれていてね、であのっていうのは、多分ここのね、写真、これピンであの染まっていことと関係があると思います。 多分違う人のなんかが貼ってあったのか何かで、男性の写真が貼ってあるやつが最初、ここにピンで留められていて、それを外してこれを書いたのかなみたいな気もしますけど、よくわからない。なんでこ,んなこ何,で何も書いて何も貼ってない、何もないところに書かせ誰かが書いて、それであとから誰かが貼って、あれ、女性だったみたいな、まあそういうことになった。といは非常に怪しいものである。怪しいものであることはですね、昔からきちんと指摘されております。これ、J、プレスっていう、えー のがですねもう一度読みたい小池百合子都知事の学歴詐称疑惑人気作家人気作家来月明さんからが徹底検証した結果ということでエジプトの大学どっかの大学の大学院を出られた方がですねあのー、どんだけこの小池百合子のアメリで帰るアメリカン大学大学院の修士課程を修了したという方なんですけども、えー、ロンドンにお住まいとかなんかだったかな、あのー、第1回お使いレベルのアラビア語。 第2回卒,議卒論の嘘第3エジプトで横行する不正,正,不正卒業証明。第4不正入学というもう一つの疑惑。第5回廊大学の思惑。最終回卒業証明卒業証書から浮かび上がる疑問符ということで、えー、詳しく書かれていてこれ読むとどんだけど,どんだけ、えー、やばいことになってるかと,というのはですねあの 何がやばいかっていうとこれが偽物である方がまだいい <laughs> まだいいなぜならこの怪しいこの卒業証明書をね本物だと言ってもらうために小池百合子さんは、えー、エジプトカイロ大学に巨大な借りができているでそのカイロ大学というやつは、えー、とエジプト政府のまあ軍閥ですよ、ね、軍閥という軍事独裁政権みたいなところのえー ci a みたいなね情報局に抑えられてる機関であってまあそういうところに借りができてるだからエジプト政府に、えー、いろいろ借りができちゃってる東京都知事がねっていうのがそのやばいんだとこれカイロ大学公式 YouTube でですねあの小池百合子 なんですか卒業したという例の声明をです、ね、出してくれたお礼にカイロ大学を、えー、随員10人ぐらい引き連れてです、ねえー、訪問した時のこれはカイロ大学の公式 YouTube 公式,公式アカウントかなんか出してるんですけども、えーまあ、これで、えー、300億円かな,なんかの,あのカイロ大学への協力をです、ね、あの支援をあの積極的に推進するという約束を別にこれ。 の権限ももないんだけども都知事だから関係ないんですけどあのー、そういう言葉でしたというような場面だそうでございますが、まあ、こうやってですね、えー、きょ強大な権力を持った政治家がですねカイロ大学とエジプトの政府にですね巨大な借りができてしまっているということが恐ろしいんだということでそしてそこのカイロ大学たるものがですね、えー、波の大学じゃありませんよというまあそういうことをですねあのー 書かれれてるわけけですけれどもそういう巨大なやばい問題をどうやって大学を卒業したかどうか証明するんですかみたいな形にこうしてしまうことによってですねえー、あたかも記者の質問が口頭向けであるかのように持っていこうとしたんだけどもいやそうじゃなくてそれはしっとり聞いてますよそれは聞いてます。けどもあのー あの文面ね、カイロ大学が出したという声明、あれをあなたの方がから依頼したとかね、えー、その文面を作るようにあの誰かに指示した、そういうことあったんですかっていう質問に対してですね、えー、全く答えてないですね、それ大学が、えー、勝手にやったじゃないですかえ。え、基本的には大学が当局の意思のもとで発出されたということに尽きると思いますって、意味の分かんない答えをしています。次に NHK の中村さんもですね、あの3日ね、出たっていうのは早すぎませんか と、えー、をあまりにもこのあの疑念を示しておられてと,ところで小池知事がはっははは」って<笑>,笑ってるんですね。これについてはどう受け止めますかという質問。これに対してもですね「えー、あの大回老大学が一生を持って発出されたかということかと思います」というふうに言ってるんですね。でほんまその間にいいか減なこといろいろ言ってますよそもそも私自身の卒業というファクトがもうすでにあるもんなんでいけばこれファクトってもうすでにあるわけでございます。 それれにあのカイロ大学がを持って,て発出されたりととといいうことかと思いますですから、そこから調べるとかなんとかではなく、もうすでに何度も、あの、皆さんの支局の方々も、その度に皆さん、大学の気に入っている、いらしていると思うんですよね。うんですから、その、まずファクトがあって、そして、あの、必要なことを発出するというのは、それはベースがあるからこそ、スピードがあるというふうに思いますと。えー、3日で出たのは、ちゃんと卒業したからだ。でもさ、卒業証書を出すのも、そんな、日本からね、エジプト <laughs>。 卒業証,証明証明書出してくれてたけど、ちょっと定番かかりそうなもんなに、そな早長のなんですね、学長の名前の名前のせたファ、しかも文言、しかも日本語で出すとかいうのに、やたら3日で出るとかって、早すぎませんかっていうことなんだけど、まあ、私がちゃんと卒業したんだから早く出たんですっていうふうに言ってるんですね。で、くじけずにですね、あのー、この NHK の記者がですね、岸サイドからカイロ大学やそのエジプト政府側に何かこう,いう発してほしいな、働きをしたことはございますかって聞いてます。 それに対してはですね、ございませんと言わないんですね。あの大学当局の意思の元で発されておるわけでございますので、まずそこのところがあの主体はそちらであると、そして大使館であるということでございますと逃げようとします。でそれに対してですね、えー、テレビ東京の野中さんが、ええー、すいません関連でということで小島市にその相談をしたという事実はあるんですか？6月6日に、えー、6月6日に困ってると相談したっていうふうに出てるんですけどって。 いう,ふうに言ったら困っている相談ではな困っているという相談ではなくえ基本的にえ証明を出しても皆さんまたあのそ卒業証明を出してもここがおかしいあそこがおかしいということは多分皆さんも卒業証書を前にしてこれはおかしいんじゃないかと言われたときは何らかのアクションを取ろうと思いませんかって思いません。<laughs> おかしくないもんだって <laughs> 普通ですこれ普通ですよでも他のと比べれば分かるじゃんってでこれ何でおかしいかって他のと他の鈴木お嬢様と比べてもなんか、ね、様式からして変なんですねもっと縦長の様式だったりするっていうふうに書いてあったんで色々変ですよっていうのは普通は起きませんで、えー、困ってるというのはきちんとしたものを出して皆さんがあの皆さんというかそこに対して疑念を作られてそこに対してどうするかっていうのを対応すべきだと思っておりましたって困ってるって困ってるって相談してるじゃん。 困ってるという相談ではなく、で、困ってるというのはって言って、困ってるって言ってるじゃんね。なんで困ってるという相談ではなくって言って、困ってるっていうふうに言うんですか。で、その時にカイロ大学の学長から声明文出した方がいいんじゃないですかって話あったんですか覚えていらっしゃるますでしょうかって聞いたら、あまり鮮明では覚えてませんね。はいって覚えてないんだったら、覚えてるやつの言うことの方が正しいよね。小島さんははっきり覚えてる。お前ぼんやりしてる。だったら、小島さんの言うこと聞くしかないでしょう、もうね。 で a 氏に何かか頼んだのかってていいうことも聞いてますそうするとですね、えー、基本的に何を証明するかっていうのはあの A、えー、もう最初から分かっていることではないでしょうか卒業したという事実ということですねっていやそれ聞いてない A 氏に頼んだのかってでだから、えー、依頼した事実はないということでしょうかっていう,うに記事が記者がねないということでしょうかないということなんですよねっていうまこまで情報して聞いてんですけども知事はですね もう何を証明してもらうかという話であるならばもう項目わかっているということだというふうに思いますってで違う。<laughs> 頼んだんかっ頼んでないって言わないんですよね。ということはたまに頼んだんじゃろうねこれね。で、えー、その卒業証書で最後にさらに言ってねメディアに対して提示されてということですが改めて記者会見でまた提示するとかですねあと都市外で何か提出するお考えありますかって。 えー、それはもう、えー、ないね、えー、それそれってこれまで何度もやってきたことなんですってないとも言わないんですよね、えー、そこでまた同じ話が繰り返されるということのそれこそがカイロ大学困ってると思いますはいですからいや関係ない <laughs> でそれで記者が「卒業証明証明書は手元に持っていらっしゃらないんですか?」。えっっ持ていらっしゃる ってことだからっていうふうに持ってるんだったら出せよって言ってるわけですけどだから証明は不業証書は持ってるしえそ証明書はこれは随時お願いすれば出てくれるというものをすものです、えー、皆さんが多分就職の際とか何がその時そうやって大学を通するんじゃないでしょうかって言って持ってるって言わないんですよね。 そこでなんか普通に考えていただきたいと思うんですはいって言うんですけどいや普通に考えてるからおかしいと思うんだけどどういうことって感じですねで次に日本テレビの赤田さんっていう人が「えー、と小島さんの提案については覚えてないって今言ったよねと」とじゃあそのジャーナリストの A 氏あるいは元ジャーナリストの A 氏あるいは千代田現知事樋口現千代田区長などに対応を小池知事の方からご依頼したご依頼したら変だけどしたということはないんでしょうか だから小島さんのこと覚えてないんだったら他のお二人 a さんとか口口さんどうなのって聞いてますそうするとですね本件については兼ねておりいろいろな方々にご相談をしておりますそしていろんなあの提案などもいただいてきてるわけでございますそういった観点からあのいろんな方があのいい意見などもお出しいただいてるということでありましてそれから a さんと樋口さんには聞いたんか相談したんかっていうことに対して答えてないですよね でそれで質問を変えてで、知事の方からご相談されて、その上で知事からその声明文に関する意味みたいなこと、対応を依頼することはあったんでしょうかって。 重ねて聞いてますが先ほどから申し上げてますように基本的にこれはカイロ大学が唯一証明を卒業の証明してくれるところでございます知ってるそれはそしてその内容を証明してもらうということでありますがそれはもう自明の理由だ何が自明で聞いたん相談したんかって聞いてんだけど答えないです、ね、相談してないって言わないんですよで有敢富士の宇野って人がですね「あの週刊文書の報道」これまあ選挙のたびに出るって文句言ってたけどもうん そのあたり、えー、知事のと、今回のことは今回の法のうで否定されているわけなんですけれども今後、小島氏側や文集なんかに訴訟など法的措置を取るということはお考えでしょうかという質問に対してですね、えー、まだ何も答えないんですね。 えー、あの「勇敢富士山」にもこの点について何度も私あの書かせていただく機会を得ておりますしかしこうやってまた選挙の直前に、うん、目前にいたしまして出てくるということについてはあの「どうぞ」書かれた方にお聞きいただければと思います何のことだ <laughs> そしてまた何度も明確に申し上げてますように、私自身卒業し、そして唯一証明する大学それを認め、証書を出し、証明書を出しということをずっと続けて、それが理解いただけないというのは、むしろこの困惑をする部分が多いですね。そしてまたそれについては、しっかりと、あのまた何度もお伝えしてきたということでございますこれについてもしっかりと確認しながら対応しておいたと思います。はい、ありがとうございましたということで、えー、週刊文春や小島さんに対して法的措置を取るのかという問題についても、返事をしない。でするわけないんですよね。 法的措置を取ればですね裁判になったら卒業してないよねっていうことが明らかになってしまう可能性が高いんですよね。そういうわけでですねこの記者会見非常に怪しい小島さんに相談しましたか覚えてないですね。 A さんや樋口さんには、いや、いろんな方に相談しましたんでね。週刊文春とか訴えたりしないんですか？いやー、いろいろ、本当に迷惑してるんですよっていう謎の記者会見でございましてですね。そこを報道してほしいな。えーまあ、一応出、もう一回、朝日新聞、もう一度出しますね。小池由里子知事。文春報道に反論。大学が卒業を証明してるって見出しをこれにつけるって、絶対おかしいですよね。 だってこのこの記事を何読めばわかるんですけど、趣旨はですね、知事は会見で声明に関し繰り返し質問を受けたが、大学側の働きかけの有無について明確な回答はなかったっていうところが趣旨なんですよ。それを記事にしないといけないので、小池知事は、文芸春秋の内容に関して、えー、曖昧にま,まともな回答をしなかったという見出しをつけるべきだと思うんですよね。そそれががややっっぱぱりり本当に、えー、とここがですねやっぱりその 取り込まれてるのかなっていう感じをするところですよねまあこれはですねそのこの文芸春秋の記事に出てるところなんですけど小島さんがですねちょっとにまあめちゃくちゃやっぱり頭いいとかで鋭く指摘しておられるところなんですがその霊師っていう人が作った原案っていうのはあるわけなんですよその原案と実際にその回路大学から出たとされるものがねあのー なぜかその大使館のフェイスブックに出たっていうその文言がねやっぱり微妙に違うで違うのがですね例えば A 氏の,その案ではですね「回廊大学の卒業名簿にその記載がある卒業の判定は大学としての公正な審理の手続きを経てなされたものである」って書いてあるんですこれがね削ってあるんですでそれでその卒業証書は回廊大学の正式な手続きにより発行されたって書いてあるんですよら <laughs> <laughs> 卒業証書は正式な手続きに発行されたんだということを小池百合子さんは繰り返し言ってましたよね。そう,いうをやっぱり主張されてるんですが、彼ら大学の卒業,者卒業名簿にその記載があるっていうのは削った、ないんですね、きっとね。<laughs> で卒業の判定は大学としての公正な審理と手続きを経てなされたものではないんでしょうね。だから、でもこ卒業証書だけはある。だから卒業証書は正式な手続きに発行されたって変更したんでしょうね。 それから、えー、そのだってさ、卒業証書に名前があるんだったらね、出せば済むじゃない、その名簿実際には公正な審理とか全然してないから、そ,のそんなこと書くとですね、大学が嫌がるかなと思って削ったんだろうないうことだいうことが書かれています。それからですね、その、正式な手続きにより卒業証書が発行されたって、卒業証書で全部、卒業証書があるんだから卒業したんだ。 いうことをですね、えー、アピールしたいんだろうということなんでしょうね。それが次重要なポイントで A 氏の案では、ね、日本エジプト双方の法令に基づき適切な対応を検討しているって書いてあったんですよ。だって出してるのは「週刊文字文藝春秋」とかさ石井太子さんとかじゃないですか。GC 太子さんっていうのはこの「女帝」っていうすごい本の著者ですねこの本。 こちらですね女帝恋経歴力を救世主か怪物か彼女の真の姿っていうこのすごい4何0ページもある体調ですけどこれは石井太子さん。こういう方に対して法的措置を取りたいわけですよね。だったらの法的措置は当然日本の法的措置でないといけない。けれども 日本エジプト双方の法令に基づき適切な対応を検討してるっていう部分がですねエジプトの法令にのっとり適切な対応策を講じることを検討してるってエジプトで法令をどうすんだよそんなのね「週 <laughs> 刊文書エジプトで訴えるのか?」っていうことになりますね。何で裁かっていうと、えー、日本でやったら裁判所がですね小池さんに証言など依頼しろ証言しろっていうそれ,それは嫌だ。 だって、そういう法廷で嘘つくな嫌じゃないですか？なので、あのその分は削られてる。だから今回ね。記者が、えー、法的措置を取りまとらないんですか？って聞いたら、えー、取るとも取らないとも言わなかったですよね。それはその？取ると言ったらですね。まずいからです。で、まあそれだけで済んだらいいんだけどさ。あの何て言うの？このこれ無理やりねえー。こういうものを作って。 それを小池さんが修正してで大使館に依頼して掲載させたんだろうこれは推測になりますがっていうふうに断ってますけども最後ね大使館に依頼して掲載させたと Facebook に。でそのでその FacebookA さんがですねこの後に小池さんに会ったら当選した後にね 開一番エジプト大使館のフェイスブックに載っけるというのは私はおめつかなかったわと上機嫌で言われたということなのでとても A さんに感謝しているということのようですね。なのでえー、とそのでこれだからかカイロ大学は関係なくですねあの勝手に作って、えー、その大使館から出してもらったんだろうとでも後から、えー、カイロ大学にあのもも何をしてるんだってカイロ大学が怒ったら困るじゃないですか。 なので、えー、その随員をですね10名引き連れて、えー、わざわざですね訪問しカイロ大学への援助をねご協力しますみたいなことを言って帰ってくるっていうことをしたわけですねだからそれに対してそのま日本国の政策がですね歪められた可能性もあるわけです、まあ、そこは怖いとこですねで、えー、そのカイロ大学 がですねそのもう絡んでるこの事件によってですね、えー、日本政府というかその東京小池さんはえエジプト大使館に借りができてるわけです。ということは、えー、エジプト政府にも借りができちゃってるということになるわけですよね。この記者の会見の問答をねこういう感じでこうやってのけてですね、えー あのー、ごまかしきるでそれでメディアも一応聞いたけどみんなで、えー、記者たちがね頑張って聞いたけどその部分は反映しないでデスクが見出しをつける人はですね小池氏が、えー、反論したと卒業していると反論したという見出しをつけちゃうと。 でそれを見出ししか見ないわけなんで大抵の人なんてね見出しだけ見てああ卒業したんかと思うわけですよねあの辺がやっぱりそのマジ怖いなっていうふうに思ったわけですこれあの「文春オンライン」の方にこれ無料の方ですね無料で見れる方に小池都知事元側近の爆弾告発私は学歴詐称疑惑の隠蔽工作に手を貸してしまった というですすね文芸春秋編集部の記事が出ておりますこれがダイジェスト版みたいなものが出ておりましてね。でこれすごい大事なんですけどもここに、まあ、あらかたのことが書いてありますが、えー、とここの最後に動画が出ていてですねこの、えー、小島敏夫さんのですね証言が聞くことができます。で聞いていただければ分かりますけど、えー、すごいなんちゅうの。 誠実なな感じの人だなと思っってびっくりします、えー、東京大学法学部をお出になって、まあ、なんか母子家庭で大変苦労されてたそうなんですけどそれで東京大学法学部をお出になり、えー、しかも在学中に司法試験と国家公務員試験両方通って国家公務員試験はなんか3番かなんかで、ねえー、大蔵省に来てちょうだいって言われたんだけどそんな蹴っ飛ばしてですね、えー、環境庁です省じゃなかったです環境庁に入ったと、えー、そうやってその世の中のために役に立とうと思って。 頑張ってそれでその環境大臣を出た小池陸さんと知り合ってえその都民ファーストの会を立ち上げたりね栃木戦でるのを手伝ってとかまあそういうことをなさっていたということそういう方がですねえこうやって証言をしておられるっていうのは大変重いことだなと思いますこれね若狭雅さんというこっちの方らも弁護士でこの方はえ東京地検特捜部の副部長かなんかをなさってたんだけども自民党の代議士になって でその時に小池さんを知事に担ぎで自民党を出て、えー「希望の党だったかなを作る時のその「希望の希望の党の事務局はこの方の事務所にあったというような方ですよ。この方が、えー、YouTube をなさってるんですけども小池がですね小池都知事に疑惑元側近が実名告白学歴詐称の罪は元盟友の若さが検証と盟友ですよね。 が、えー、しておられますであの直接小島さんとねあの一緒にやった、えーえー、若狭さ,さんがですね非常に誠実な方というふうに見ていたとでこれすごく大事なことなんですけど卒業してるかどうかにかかわらずですね、えー、この小島さんのこの証言が事実であればその犯罪になる可能性があるというふうに指摘なさっています。でまあ、その先ほど声明文がね、えー これ声明文を A さんっていう人が案を作ってでちょこちょこって直したのがパッて出てるじゃないですか。だからこれはそのカイロ大学の正式の承諾を得ていない可能性が高いそうするとですねこれ私文書偽造罪になると。でえカイロ大学でねその大学なんて巨大な組織でさその学長のなんか認可を得ようと思ったらねそのちょっと時間かかりますよ。だから 日本国内であっても時間かかりますよだからそれ勝手に作ってひょいって出したんだったら、えー、私文書偽造罪になる可能性があるとでまあしかもその私文書をですねあの偽造した私文書をフェイスブックに出してそれでメディアを沈黙させたりすることに成功したわけですから、えー、これはだから私文書の行使というね偽造私文書の行使罪っていう犯罪になるんだとまあそういうわけでですね、えー、この元側近第1位みたいな、えー 右腕のような存在であった小島敏夫氏がですね、えこういう内情を明らかにし、で、また、別の右腕というか、左腕というか、えその党の事務所を置いてくれていたようなえ若狭勝弁護士もですね、元代議士も、これは犯罪の可能性があるんじゃないかというふうに、全く独立にね、だって知らなかったんでしょうかね、その記事を読んでお話になってるんですけども。 主張してるわけですからこれはもうやばいですね、えー、王様に飛車と角が向かってきてるみたいな状況だと思いますけどでも小池さんのお顔を拝見してるとですねもう完全にへのカッパへのカッパへのカッパ感が漂っていて怖いですね。でしかもまあ何ていうかねちょっとこう一連の,そのメディアとかの反応を見てると、えー、このまま済むかもしれない。 なっていだからだかで、だから小島敏夫氏のですねその記者会見の報ずる記事なんか見てもですねその卒業してないっていう物証などは示さなかったみたいなことが書いてあるんですよ。いやでもそこじゃないよねと <laughs> その隠蔽工作が問題になってで隠蔽工作だから 今までの学歴詐称はさ公職選挙法違反だだけでわけですよ。で公職選挙法違反で、えー、それはもう例えば3年ですからねもう時効になっちゃってる。けどこの私文書偽造とかね私文書偽,偽造私文書行使とかは、えー、事故にもかかってないリアルタイムの犯罪でまだ生きてる犯罪で、えー、それに関するですねでそういうしかもそれは全然罪が全然違いますね。本当ガチでで捕まるやつなんで そういうやつになってきて,て全くステージが変わってきているというふうに若狭勝さ,さん言っておられましたけどもそういう状況になっているのだということをメディアがですねちゃんと認識してないっていう気がしますね。そこは大変怖いことだと思います。で これはあの女帝小池百合子の著者の石井太子さんの記事ですけれども、えー、小池百合子都知事が学歴差称疑惑に対して常に回路大学を認めておりますとしか回答できないわけというふうに題して、えー、記事が出ております。でこれはです、ね、その文庫本へのです、ね、後書きを掲載しておられるんですね。この中につ、このように最後に書いてあります。えー、小池百合子 小池百合子閉じるは小池百合子という一人の存在によって作り上げられたわけではなく私たちの社会が時代が生み出したのだと仮に小池百合子が去ったとしても社会が変わらない限り女にしろ男にしろ第2最第3の小池百合子閉じるが現れることだろう私は小池百合子という個人を恐ろしいとは思わないだが彼女に権力をの階段を上らせた日本社会の脆弱さを歓声を 心から恐ろしく思うというふうに言っております。で、ここまでですね。しかもあのこのこの小島さんがですね、えー、こういう証言をなさる決断をなさったのは選挙前だからではなくてですね、えー、この女性小池百力の文庫版が出るときに、その彼女がね、カイロで同居しておられた女性、この方がですね、北原文代さんが実名になったんですね。その単行本の時には。えー 仮名で出しておられまししたがこれを実名にするとしかも、えー、YouTube で証言をなさって、えー、今回この文芸、ね「文藝春秋」の写真が出ております。これがそのこの「文藝春秋」に出てる、えー、手記ですけれども「カるので共に暮らした友,友への手紙と」と北原桃代さんお顔も出されてですね、えー、証言されてるでなぜかというとこれはですね、えー、やっぱりジャニーズ事務所の問題とかで、えー、被害者の方が「 実名告発をなさってそれがですね大きな反響なのを見てやはり私は、えー、私もこうやって実名を出して顔を出して証言しないといけないんじゃないかと思ってですねで「週刊文春」も文藝春秋の方もいろいろビビったらしいんですけど「大丈夫か?」って言って、えー、でもそれを確認してですねこのように踏み切られたとでまあこういうのを拝見してですねその小島さんはやっぱり私が黙ってて駄目だなと思って今回記事を出されたということです えー、そういうですねそのコミュニケーションの連鎖というものがですね起きているっていうことがとても大事なことだと私は思うわけですこれが私がですね2004年に書いて2005年に出版して岩波上書店からで絶版になっていて清水さんが俯瞰してくださってる「複雑さは生きる」です、えー、この本の中で私はこう書いています社会というのはコミュニケーションできているとそのコミュニケーションのです、ね、連鎖がですねのあるパターンがそれが社会なんだとだから 社会が、えー、ちゃんとしてるかどうかっていうのはそのコミュニケーションがちゃんとしてるかどうかによって決まるわけですね。で歪んだコミュニケーションでできた社会は歪んだコミュニケーションを発生させます。で歪んだコミュニケーションは歪んだ社会を作り出すわけですね。まあその鶏の卵と鶏の関係にあるわけですけれどもまさにですねその今その北原さんの勇気とか、まあ、あジャニーズ事務所の被害者の方々の勇気によって。 えー、まともなコミュニケーションというものが生まれ腐った卵が排除され恐るべき鶏がですね、えー、駆逐されつつあると、まあ、ジャニーズ事務所もしぶといですけどそして今ですね、えー、この東京都知事小池百里子というねかっこ小池百里子かっこ閉じるという小池百里子さんご,ご当人はですね先ほどのその女帝と保養法を見れば分かりますけど同情を禁じえないですね。 同情です小池百合子さんという方には。けれどもその小池百合子という人物その社会的なコミュニケーションの中で形成されている構造はまさに怪物ですよね。えー、そのの恐るべきその怪物をです、ねえー、倒すための石が投げられたとそれがその北原さんが、えー、実名を出されそして、えー、その元ジャーの側近のね小島さんが、えー、実名でこうやって証言をされている。 そのことの持ってるですね意味というのを本当に大きいと思いますしこれをですね受け止めて広げられるかどうかは、えー、残念ながらですね日本のマスメディアには期待できないんですね。ああんなにに一生懸命記記者が質問してるのにあの記事ですよねだから、えー、なんとかですね人々が強い関心を持ってそれを表現するということがですね唯一、えー、その 恐るべきかっこ小池百合子かっこ閉じるというですね。怪物を退治する上でですね。えー、で、それにほっとくとですね、えー、日本を小池百合子という怪物に乗っ取られてしまいます。それを防いでですね。それはつまり、小池百合子さん個人をとんでもない状況に追い込むことでもあるわけなんですよね。 そのためにもですね、保育園の子さん個人のためにもですね、この問題をきっちりきっちりですね、えー、認識し、そしてですね、えー、その人々の間の話題として、コミュニケーションの中に広げていくことがですね、唯一切り開いていく方法ではないかと思うわけです。まあ、この本はですね、えー、複雑さを生きる、これ、とってもいい本だと私は思っていて、清水さんもとってもいい本だと思われたので。 残念なながららででも岩波書店から出た絶対にっってしまんそれを清水さんが復刊してくださっておいて、えー、それですね本本だけでは分からんだろうということで、えー、残念ながらですねとても分かりやすい本ではあると思うのですが清水さんと十字架の解説の動画を作ったのがバージョン1それに私とですね清水さんが私と2人で作ったのがバージョン1ですで去年私がですね必死の思いで解説動画を撮りました なんと1時間、10時間半にわたってですね、解説動画を撮り、さらに2本のおまけ動画、じゃ、えー、清水さんと私で撮った解説動画をつけております。で、3月末まででしたら、まあ、さらにおまけがついたんですけれども、今おまけはついておりませんが、えー、これはですね、38,500円で販売しております。買い方はこちらに出ております。ぜひですね、えー、これをお買い上げいただいて、 私のですねこの動画をこうやって配信させていただけているのもこうやって皆さんが本を買ってくださっているからであります。えー、お買い上げいただいた方に深く感謝申し上げるとともにそしてまた見てくださっていることによってもお話しすることができているわけなんですがさらに買っていただけるとありがたいかなと思います。じゃあどううもありがとうございました